ってんな。雨降ってるよ。というわけで、前回に続きちょっとモノマネ見てもらうから、何のモノマネか当てて。また。うん。じゃあまたちょっと牛ターさんに撮ってもらうかな。よ。セリフ付きですから今日は分かりやすいと思います。お、はい、どんなんだ。バラお好きでしたね。なんか聞いたことあんな、そのセリフ。突き飛ばされちゃったよ。突き飛ばされたんだ今。突き飛ばされたんじゃない。そういうことですか。撃たれたの。もう一回行くよ。バラお好きでしたね。あ、倒れた。あ、ってか今落ちたの。なんだ、なんだ。すごい苦しい体勢だったよ。はい。はあ、なるほどね。これの人バラ、お好きでしたね。そんな振り向くの。ババンっぽいよね、けどなんかね。ババンっぽいですね。ババンっぽいよね。あら、おばあちゃんだな。だってこんな、こんな男性だったじゃん。確かに、まずね、今。お好きでしたね。いいね、いいね。いいとこ来たね、いいとこ来たね。花屋さんか。浦部久米子。あー、残念。近いんだけど。ヒント、ドラマです。ドラマなんだ。ドラマで撃たれるのね。あー、あれだ。え、渡る世間は鬼ばかりの泉ピン子が撃たれるシーンじゃん。撃たれたことねえよ、あの人。見たことない。強盗に撃たれて。そんな撮影不審ないよ。撃たれても死なねえんだよ、あの人。強盗入るじゃん。え、行楽に強盗入ってないんですよ。バラ、お好きでしたね。しかもじゃあ知ってる人じゃない。レレ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 。おばあちゃんは会ってるんですが、おばあちゃんはおばあちゃんが演じてないです。なんだよそれ。なるほどね。若い人がおばあちゃん役やってんだ。ってことはモニタリング形式ね。まあそうだね。どっちか。ドラマだから。今日暗いからウーメンの白いとこ飛んでんな。バラお好きでしたね。関係ねえよ。ずっと真っ白だったこの辺がもう。ガキでか。B。あ、 B。 うわ、やばい。あ、 B 出ちゃった。映画が始まる。正解は。ドラマ佐生妙子で、おばあちゃんの役を演じている、佐野史郎が、撃たれるシーンです。知らねえよそんなの。まずドラマ知らなかった。誰も見てねえそんな、そんなドラマ浅野温子のやつ。ドラマ見てた。ドラマ佐生妙子で、犯人役の佐野史郎がおばあちゃんに扮して、殺人に行くところを佐生妙子に捕まって、バラお好きでしたねって言ったところを佐生妙子に撃たれる。エレベーターの中ですね。知らねえ。佐生妙子だな。当たり前の言うなよ。本当だよ。DVD 化されてねえぞ、そんなドラマ。ぜひ皆さんね、あの、柳葉敏郎さんがね、拳銃を口に加えて泣くシーン見てください。知らねえよ、そんな。恋人の飯島直子さんが殺された後ですからね。知らないよ。というわけで、佐生妙子見てください。あげねえよ。チャンネル登録お願いね。最後まで文句しか言わない。おい。おい。お前帰ろうとしてんだ、おい。え、虹出たから。虹出たから。この下でチャンネル登録お願いねだけやろうぜ。着替えちゃったよ、もう。はい。はい。チャンネル登録、もう虹、お好きでしたね。佐野史郎。佐野史郎関係ねえんだよ。佐野史郎かとか知らねえ。佐野シーン知らねえんだよ。確かに。